日本維新の会の松井幹事長とみんなの党の枝幹事長が都内で会談し、夏の参議院選挙に向けた選挙協力の調整作業をスタートさせました。夏の参院選挙について維新・みんなの両党は自民・公明による過半数を阻止することで一致していますが、同じ選挙区での共倒れを防ぐことが課題になっています。会談の中で両氏は候補者擁立作業の情報を交換し、複数の選挙区で双方が共に候補者擁立を検討している状況を確認したということです。一方で政策の違いから民主党との連携は難しいという認識で一致しました。松井枝両氏は近くもう一度会談し、1人区と2人区を中心に候補者擁立の調整を行い、今月中の最終合意を目指す考えです。